こんにちは、速稼塾の久保です。40代から FX で勝ち上がっていきましょう。まあ、FX でね、勝てるようになると、まあ、すごく精神的なゆとりが生まれますよね。いろんな挑戦がダメだとしても FX に、まあ、特化すればね、全てが取り戻せるという形になってきます。いや、この心強さは他の何者にも変えがたいかなと思います。まあ、私もともとね、そのネットビジネスといいますか、アフィリエイトを一生懸命やって、月収を200万以上に上げてきたわけなんですけども、このアフィリエイトっていうのは、やっぱり少なくともね、半年とか1年ぐらい下積みがいるんですよね。まあ、そういう意味を込めたら FX もそうなのかもしれませんけども、とかくアフィリエイトっていうのはですね、アルゴリズムが変わりやすくって、一回攻略してもまた次のね、新しい攻略法を作んなければならなくて、もういたちごっこなわけなんですよ。Google とアフィリエイターのいたちごっこ、結構ね、きついですね。それから将来的にこれ続くのかなっていう不安がいつもありました。で、FX ってのはそれとは違って、確かに基礎を学ぶのに、まあ、数ヶ月とかね、時には1年とかかかるんですけども、ただ一回身につけてしまうと、これ新しい理論理屈が生まれるわけではないので、まあ、そのままやっていけるんですよね。まあ、ということで今日も FX のね、市場を見ていきましょう。テクニカルっていうのは、今までのチャートの動きからこれからの動きを予想するという、そういうふうなね、手法ですから、コツコツと過去の事象を捉えることができれば、まあ、これからの動きっていうのもある程度ね、予測できると思います。このある程度いくというところがね、ポイントで、だいたい6割分かれば、4割は見込み違いであっても差額の2割で勝ち越していけるんですよね。ということでございます。それではね、チャートを見ていきましょう。デイリーからです。デイリーの方で気づくのは、この逆 V の字というかね、山切りカットみたいなところがこうドーンと一番左にあります。そして次にそれをちょっとちっちゃくした半分ぐらいにしたのがここにあります。さらに半分ぐらいにしたのがここにあります。ということで、だんだんボラティリティがちっちゃくなりながら、こういうふうにね、大筋では下がっているのかなと思います。まあ、私が買いで取る買いで取るって言ってたところはどこかっていうと、大体こういうところなんですよ。こういうところを買いで取っていくんですよね。全体的な流れでは売り目線なんだけども、だけども瞬間的な買い場っていうのはあるわけですよ。で、ちなみにここがね、操作トップになってるんじゃないかなっていうことで、操作トップ調べてもらいました。操作トップ何回も出てきてますからね、今までの相場解説でも。で、ここをクローズアップするために4時間を見ていくわけです。4時間だと操作トップが顕著ですね。ほら、こっから始まってこういうふうにお椀をね、かぶせたような形になってるでしょ。で、こっから始まったものがここで大体終わってるということで、力点がまあ揃うわけなんですよ。ということなんでね、移動平均線こうバーッと下に開いてますよね。だから売りでいきましょうって言ったのがここに当たるわけなんですよ。ずっと私がしつこく買いでいきましょう買いでいきましょうって言ったのはこの辺ですよ。ですんでね、本当にタイミングバッチリで売りに転化してもらったわけですよ。で、この辺はちょっとわからないですよって言ってたところです。わからないとね、ドーンと下がったと思ったらすぐ戻ったでしょ。だからここはちょっと危険だったわけですよ。ここでエントリーはすごく危険だったですよね。損失を出す可能性しかないということです。じゃあこれからね、どういう動きをしていくのかってことなんですけども、まずこの力点にぶち当たってちょっとだけ上に上がることは予測できます。そうなると、前回操作トップが出た時と同じように、操作トップが出た後にさらにちっちゃい操作トップが出るって形がまず一つ予測できます。要するにこういうふうな形ですよね。だからね、ちょっとここはまたもう一回ね、エントリー控えるところなんですよ。1時間です。はい、余計な戦いはしないということですね。この力点に着地したわけですから、これちょっと見えないですけど、向こうにね、同じように力点がありますからね。で、一旦はちょっと上に上がるんだろうなっていうところは、まあ、まさに上がってるわけなんですけども、これがね、ちょっとちっちゃめの操作トップを作りながら、ここにぶつかってまた別の動きをしていくと思うんですよ。おそらくこれがさらに深く下の方に沈むと思います。それはなんでそういうことが言えるかっていうと、これがね、違いますね、ちょっと週足を見てみましょうか。週足をぐっと引っ張っていきます。週足を見ると、ほら、一番右側のが深い大きなね、陰線になってるでしょ。その前が陰線なんだけど、ちょっとちっちゃいでしょ。こういうような形で週単位で見ていくと、陰線がちょっとね、強くなっていくのが分かるわけなんですよ。まあ、ということでね、まあ、大きくは売りに向かう勢力っていうのは変わってないかなと思うわけです。はい、ではね、今日はこんなところでございますけども、いかがだったでしょうか。だから直近でね、大きくエントリーしましょうっていうことはこれでなくなったわけですよ。操作トップの後っていうのは大体落ち着きますんで、ちょっと横ばいか小康状態に入った後、またね、ブレイクっていうのが出てきますんで、そのブレイクが出る瞬間をまたお待ちしていければいいのかなというところでございます。
今回はねちょっと面白くなかったかもしれませんね。これからはワクワクさせるものではなくて、やっぱり派手な動きの後でバイを連続で取ったり、その見返りに、行ってこいでねセルを取った後っていうのはもうどっちも取れないような横ばいのような状態に入るのはいつものパターンですからね。このいつものパターンだって私がいつも言ってるところをここねよくよく頭に刻んでおいてください。いつものことだと、いつものパターンだと、本当にいつもなんですよ。今回だけ特別こんなことが起きたっていうのは、いわゆるまあファンダメンタルに起因するんですけども、ファンダメンタルの要素を私にすっこ抜いてね、この相場解説をお送りしますんで、その時はもう諦めましょう。ファンダメンタルは、これはね、負けの4割に入ると思ってください。それでは以上でございます。